皆さんこんにちは。生き物と DIY 系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。このチャンネルでは爬虫類や両生類をめでたり飼育設備を自作する動画などを毎週金曜に投稿しています。今回は可愛い見た目で新橋の中年サラリーマンたちの乾いた心を癒しているこちらのミルワームについて、1ヶ月で一番プリプリに成長してくれる餌を追い求めて比較検証をしてみましたので、その結果を報告します。まずは検証の目的と条件をざっとおさらいします。ざっくり要約すると、いくら消費してもずっと減らないミルワームの飼育環境を作るために、設定した餌だけで成長したミルワームの大きさを比較して一番早く成長する餌を探してみようという試みです。そんな餌の検証もすでに4回実施しているので、まずはこれまでの検証結果を振り返ってみます。過去の結果を眺めてみると、ミルワームの餌としては非常にポピュラーなふすまが全焼している状況です。ふすまは店舗での扱いが少ないので、早いところ入手性と成長効率の良い餌を見つけておきたいですね。さて今回の検証内容ですが、過去に番外編としてミルワームを共食いで成長させてみる検証をしたところ、 100% ミルワームで構成されている餌にもかかわらず、ウサギの餌にすら負けてしまうという残念な結果でした。この結果からミルワームに吸収されずに糞になる成分、つまりは繊維質が成長効率をアップしていると考えられるので、今回は繊維質をブーストすることで過去に敗北した餌が襖を超える実力を発揮するのかを検証してみます。検証のために小さなミルワームを用意します。一つの容器に30匹ずつ計120匹を手作業で抽出しました。一種類目の餌は現在4連覇中の王者の襖です。栄養豊富な小麦の外皮は床材にも使える優れものです。2種類目は松の木を粉砕したいわゆる木くずです。ミルワームの飼育環境では成虫が転倒した時の足場材として使われています。ミルワームの餌にもなり一石二鳥です。ミルワームが食べると言っても所詮は繊維の塊なので栄養はほとんどないはずですが、この機会に確認してみます。3種類目はウサギの餌です。第3回と第 3.5 回で襖に肉薄する実力を見せています。過去の検証で粉砕することによる吸収効率アップ効果は薄いと結論が出ていますが、念のため細かく砕いておきました。襖と木くずだけが入っている2つの容器と、ウサギ餌たす木くずと襖たす木くずの2種類の餌が入った合計4つの容器を用意します。これらの餌が入った4つの容器にミルワームを30匹ずつ投入した後、適宜昆虫ゼリーを追加して水分を取りながら1ヶ月後の成長具合を目視で確認していきます。検証開始から1ヶ月経過したので、確認のために容器から成長したミルワームたちを取り出していきましょう。1番手は王者のふすまさん。相変わらず素晴らしいプリプリ具合です。人間から見ても非常に美味しそうな見た目をしていますね。お次は伝統ある松の木から生み出された立派な木くずです。大地から吸い上げた栄養はどこへ行ってしまったのか、1ヶ月前と比べてもほとんど成長は見られません。3番手はふすまと木くずの混合。ミルワーム界隈ではそこそこ人気のある組み合わせです。ふすまにさらに繊維質を加えてみましたが、あまり変化がありません。個体によっては少し小ぶりにも見えますね。最後はウサギの餌と木くずの組み合わせです。こちらもふすま単体と並べても遜色ないほど大きく育っていますが、何匹かはウサギ餌特有の成長ムラが見られます。ちなみにウサギ餌の成長ムラですが、ふすまのミニマムサイズがおおよそ 2cm に対し、ウサギ餌のミニマムサイズは 1.5cm と 0.5cm の差がある程度です。個体差といえばそれまでですが、細い子も何匹かいるので平均的にふすまよりボリューム感が落ちてきます。といった感じで今回はミルワームの餌に繊維質を混ぜると栄養の吸収が良くなり成長速度がアップすると検証したところ、効果があるような気がするけど、ふすま単体と比べても微妙に確証が持てないという後味の悪い結果となりました。ふすまたずきくずの混合餌がふすま単体より微妙に小ぶりな個体が多い理由としては、検証期間中に栄養の少ない木くずを食べた分
襖を食べる量が少なくなったことで差がついたと思われます。同様にウサギの餌も襖と素タンパク質が同等なので繊維ブーストが効かなかったのではないでしょうか。こうなると繊維質は劣るものの、タンパク質や脂肪分で襖の2倍程度の成分を含む猫の餌と組み合わせてみて、本当に襖に含まれる素繊維が成長効率をアップしているのか追加検証してみたくなりますね。あとは並行して近所のスーパーでも入手できるような食材で新しい発見が得られるかも試してみようと思います。では動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いできれば嬉しいです。